時計を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 、レペゼンテの話したところさは答え間違えんなキャヌヒメ聞こえてる世界探す間に飛んでるお前の意識意味なんかねえよ気に入らねえなら倒すだけあんまいつでも試験サイコバイオレンス誰も俺を縛ってくれるな。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は青汁おじさん、うん、あ、三崎裕太さんから、うん、我々のアンサー動画に対してのアンサーライブ、うん、アンサーライブっていうかライブの中でアンサーをしてくださってるんですよ。まず2本ぐらい、うん、朝倉未来選手のブレイキングダウン、うん、ちょっとどういう企画かあんま分かってないんですけど、まあ、とりあえずその中企画があって、うん、そこで、僕とタイソン君がスパーリングすればいいんじゃないですかみたいな。なんでスパーリングなの。いや分かんないですけど、まあ本当に強いってことをそこで証明してくれみたいな、うん、まあでその誓約書をちゃんと書くから、うん、その自分が例えば怪我しようが、うん、片腕になろうが、うん、それでもいいっていう誓約書も書くから、うん、それでやろうよみたいな動画。ああそういうこと言ってたんだっていうのを言ってました。へえ。俺はだから一貫して言ってるように、はい、最初から、はいはい、別に誰ともスパーなんかやんないし、結構最初の方もスパーリングやれってこの人とやってやってって言われてましたもん。そうそうそう。だけど俺は一貫してずっとそんなもんいちいちやんないし、はいはい、でなおさら今度何青汁王子なんてさ、はい、例えばそんな弱いやつをさ、はい、じゃあ確かに速攻できるよ、はいはい、あんなの、はい、だけどじゃあそれやって、うん、やったところでじゃあなんでその弱いやつとはできやって、うん、じゃあ今度じゃあ誰か違う、うん、強いやつアウトロー的なことはやんないんだみたいなさ、絶対その声が来るでしょ。一生スパーリング合戦になっちゃう。合戦、そうそうそう、こいつとはやってなんであいつはやんないんだ、弱いやつしかやんねえのか、うん、ってなるでしょ。だから弱い者いじめみたいな感じになっちゃうってことですよね、うん、ヒロミさん的にはやっぱり。そうそうそう、だからそもそも興味がない、うん、プラスそこで腰上げてやったとしても、はいはい、だからもうエンドレスじゃんそれ。青汁王子と試合するってことは今後誰とでもスパーリングを受けることになっちゃうんですよね、イコール。そうそう、イコールになっちゃう、うん、まあ、めんどくさい、それも興味ないから、うん、だ結構前にあの元プロ格闘家の方とコラボした時も、うん、まあ、別にそう、もちろんその方とは、ね、仲違いしてるわけでもなく、その時は普通にコラボしてたけど、うん、企画でちょっとスパーリングジム来てやってくれませんかって言われて、それもお断りしたじゃないですか、うん、別になんか因縁つけられたわけでもないけど、うん、じゃあ仲良くやりましょうっていうのでもスパーリング自体をもうずっとお断りしてきてる状態じゃないですか、うん、そうそうそう、何も俺にメリットないよ別に、うん、わざわざそんなやって、はい、でまあ、ましてや青汁なんてさ、うん、本当に弱いもんねじみになるでしょ、うんうん、これ言っていいかな。何ですか。ダメだったらいいけど、はい、P じゃなくてカットしてもいいけど、はいはい、経由でコマイなんとかって変なやつ絡んでたってあったでしょ。ああなんかありましたね。そう、うん、あれ路上なりいいっつうから俺引き受けますよって言ったんだよ。じゃあ、うん、そうですよね、ヒロミさんリングが嫌だって一貫して言ってるわけじゃないですか。そう、路上だったら受けると思うんですよ。受けるよ。だからもしか青汁さんも、はい、路上でいいんだったらやりますよ。青汁さんなり他の方なり、うん、それはもちろんやっぱ武器なしで捨てこる。捨てこるもちろんね。だって俺格闘家じゃないからさ、うん、何でもそうじゃん。じゃあ俺アームレスにかじってて強いけど、うん、じゃあ例えば朝倉未来さんが、うん、じゃあ俺とアームで勝負するって言ったってさ、俺に勝てるわけないでしょ、うん、それと同じで、まあ、そうですよね。そう、確かにこの動画見たら、まあ、逃げてるわけじゃないっていうのは伝わると思うんですよね、うん、そういうこと言うとなんだこいつ変わってねえじゃんとか思われちゃうかもしれないけど、まあまあまあ、気持ちはそういうことよ、まあそれってお互い合意の上で喧嘩になるわけじゃないですか、うんうん、じゃ捕まんないよ別に。決闘罪になる可能性はありますね。決闘罪か。でもあれも日本で3個ぐらいしか ないからね。あれそのうちの一つで確か湯山さんがとアナーキー。アナーキーなの。そうそうそう、すごくない。アナーキーと湯山さんがだって。そう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 。まあそんぐらいの心を抱えているっていう話ですね。そういうこと、うん、これで分かってくれんじゃない、うん、で話ちょっと戻すけどさ、会社にね来てほしいの彼は。まあこっちが最初に、こっちがまあでもさ言ったじゃないですか。まあ冗談で、うん、
じゃあ乗り込んでみるみたいなとか言ったけど、それを真に受けて本当に来てほしいのかね。まあなんか一応そのライブの中で突撃もしてきてなければ、うん、まあ連絡、うん、何かしらの連絡も来てないんだけど、うん、みたいなこと言ってて、え、来んなら来てくださいよって、まあ来たらタイソンさんと話したいこともあるし、まあ、聞きたいこともあるしみたいなことを動画で言ってたので、うん、行ったら行ったで別に出迎えてくれるスタンスなんだなとは思いましたね。そういうことね。まあ青汁くんがどういうふうに言うか分かんないけど、はい、まあどうしても来てほしいとか話したいとか、はい、だったらまあ、まあ、こっちも考えますよ。どこだっけ場所、渋谷、渋谷のスクランブルスクエアっていう商業施設、めんどくせえからさ、新宿だったら楽だけどライブなり何かで、まあ、おっしゃってるっていうのが分かって次第、うん、まあ、突撃っていうか、うん、まあ、させていただくっていう、そうだね、あとは俺の気分次第、はい、俺の気分嫌なとこがあるからこれかわいいね。さっきちょっと暇で一人でゲーセン行ってました、ね、マネージャーが一人でこんなの撮ってきました、うん、ひろさん、これ青汁王子じゃねえこれ暴力的な動画とかで通報されたらもう終わります。あ、そうかそうか、モザイクかけとかないまあまあだからそんな感じ、これ言っていいのか、まあ、ダメか、一応ダメだったら P 入れるんで、うん、だからその朝倉みくるのなんかチャレンジみたいなさ、あ、1000万チャレンジ、1000万チャレンジ、はいはい、とかもさ、すっげえ来たけど、うん、出てくださいみたいな、はいはい、あれもだから実はもうアベマから話があって、あれ2ヶ月ぐらい前でしたっけ。そうだね、もうとっくにずっと前から話があって打ち合わせとかして、で、まあ、朝倉みくるさんと戦うんじゃないんだけど、うん、まあ、別の、まあ、ちょっと詳細は言えないんだけどね、はいはい、で その番組に何ていうの、まあ、呼ばれてるんだよね、はいはい、まあ、ちょっとそういう事情があって、はいはい、だから出れないんだよ俺は、戦えないよ朝倉みくるさんとはね、結局打ち合わせしたけどさ、結局総合格闘技だし、あ、そうだそうだ、総合だって言ってましたよ、ね、そうそう、だからどの道出ない、そう、どの道出ないし、まあそういうので出ませんかっていう話で来たんじゃなくて、ちょっと違うあれで、まあ、番組には出るっていうことですか。そうそうそう、なんでその辺もちょっとあまりにもコメント多かったから、はいはい、そういう流れなんでっていう感じ、まあ、詳細はまた出せる時になったら発表して、ね、うん、って感じですかねそういうこと、うん、これをちょっと、まあ、アンジュが静まってくれればいいですけど、ね、うん、だって別にストリートでやるって言ってんだからそれで、うん、まあ、ダメですけど、まあまあダメなんだけどねで気持ちはそういうことよっていう、わ、はいはい、はい、かりました。そうそうそう、じゃあまあそんな感じですかね、一応、うん、そういう感じです、はい、青汁さん、わかりました、はい、じゃあありがとうございます。切り刻む我慢の魂味わったら最後右ストレートの切れ味。